キキララビビ先生こんばんは。デビューおめでとうございます。ありがとうございます。低予算瞬間ハートビートで圧倒的画力かっこはてなを見せつけたキキララビビ先生ですが、次回作を期待してもよろしいのでしょうか。ついでに低予算瞬間ハートビートの制作時間を聞いてもよろしいですか。おーとのことです。ありがとうございます。なんかラジオみたいになってるけどねお便りいただきましたあのさあ、私なこれな自分では大真面目に書いてんやんか。だからみんな笑ってんの何がおもろいねんって思っててん。何が先生やねんってでもな、ミコメットのお二人が同時視聴してくださってたじゃないですか。でミコ先輩ちょっと切り抜き見させていただいたんですけど、切り抜きっていうか本配信ももちろん見させていただいたんですけど、ミコ先輩が突っ込むから面白くなってた。あれきたー、すごい怖い。青くゆ、青くゆ何か失っとるやん青くゆ何か失ってる、やばい大事な人全員死んでるこれ青くゆ何か憂いてる青くゆ何か何があったんだ、お前に何があったそういうことがあったんだあっけにすんな、ここで終わった終わった見たい悪夢だったんだ、今のは悪夢だったんだよミコ先輩の目の付けどころが私のこの低予算瞬間ハートビートを輝かせてくださったって思ったわ。だって普通に見てたらさ、そんな面白くないもん。やっぱツッコミいろいろしてくれて、それであ言われてみればって私も思っておもろかった。ちょっとあ確かに青先輩なんか失ってる、言われてみればみたいな何か失った青くん、それをさピンポイントでパッて出すその語彙力だったり、そのもうセンスがすっごくて、いやさすがパイセンって思った。ありがたい、めっちゃ笑ってくださってて嬉しかったな。ほら私初配信で言ってたやんか、誰かの笑顔の源になりたくて来ましたって。だから笑ってくれてめっちゃ嬉しかったよな。であれちなみに別にあれよ、なんかほんまにあのわざとあんな感じに書いてるんじゃなくて、ほん本当にあれ本気やからね。制作時間どれぐらいやろ、一回作ってでなんかスタッフさんに確認してもらった時に、なんか体がちぎれてるって言われてんやん体が一つに見えないって言われて、だからもう一回やり直してな、リテイクもして入れたら5日ぐらいかな。でも徹夜で頑張ったよ。体がちぎれてる、そう言われてサボりましたかってサボってね、サボってへん。いやでもほんまにそれな、言っていただいてな、めっちゃ良くなってんよ。またやり直してよしよしってこううんうんって作り終わった後うなずいたもん、思わずこううんうんよしよしいい出来だって。だからね、言ってもらってめっちゃ良かったわ。みんなにもね喜んでいただいて、ということで制作時間5日ぐらいです。